中島たけるです。もうすぐ二十歳になります。たけちゃんね。で、俺の場合は太鼓やってたから、小学生の時から。その時に自分たちの地域がそういう地域っていうのを言われたのを覚えてんねん。へぇ、物心ついてやっとくから、親とかその上のおじいさんおばあさんがやな、なんか指でこうすんねんか。お母さん、ここって部落なんて聞いたら、うん、振り向きもせず、そうやって、うんうん、目音じゃんまでな、こうて揃えて段取りしてたのに、いやちょっと話か、いや借り返れって超まかれて、この部落差別に負けやんとこうと、じゃあ次のこのご両親、相手のご両親と戦っていこうとは思えなくさせられる。差別し排除したい側は差別部落ってものを作ってきたので、フィクションってことですか。そうですよね、まさにフィクションですよね。童話地区に出向いて動画を撮る、写真を撮る。親からここの地区を通るときはジロジロ見たらあかん。で、朝鮮人はやっぱり差別によってその排除されてきたの。なんで日本人の中でも差別があるねみたいな。逃げててもそのうちされることは多分必ず出てくるわけよ。それで逃げ続けてたら戦う力はなくなるわけやんか。同じ痛みを伴う人たちと共に、やっぱり痛みを伴わなくていいような安心できる社会をどう実現するのかっていうことが目指すべき方向やろうと